あいつらの2回戦は終わったみたいだな。なんとか勝てたみたいでよかったぜ。うん、でもレイちゃんの動きあんまり良くなかったね。やっぱり考えすぎちゃってるのかも。そうだな。アバシスはマスターをサポートしようとしているけど、マスターの方はそんなことは望んでいない。もっと対等なパートナーとしてアバシスと共に戦っていきたい。きっとそう思ってるんだと思う。そうだね。でもレイちゃんも自分の役割を果たそうと必死なんだと思うよ。簡単にそれを捨てることはできないんじゃないかな。だよな。アバシスも間違ってるわけじゃないしな。だからこそこのタッグバトルが何かのきっかけになればいいと思ってたんだけど。そうね。あ、キリト君、ほらあそこ、次の第3回戦の組み合わせが告知されてる。立ち上がっている以上、どこかで当たるのは当たり前だけど、ここでぶつかるなんてね。なあアスナ、ちょっと考えがあるんだ。あいつらを誘った手前、なんとかしたいって気持ちが消えなくてさ。そうだね、キリト君が言いたいことなんとなく分かってるよ。マスター、ついにキリトたちとの対戦が始まったのです。二人は強敵ですが、負けないように頑張るのです。ここにいたな、二人とも。キリト、アスナ、この戦い負けるわけにはいかないよ。本気で行かせてもらうからね。もちろんなのです。じゃあ遠慮なく行かせてもらうぜ。さすがはあの二人なのです。一回戦二回戦の対戦相手とは格が違うのです。マスター、大丈夫ですか？にとってマスターは大切な守るべき人なのです。マスターを守ることは私にとって一番大切な務めなのです。え、二人ともここに隠れてたんだな。覚悟はいいかな。
マスター。分かったのです。では背中はお任せするのです、マスター。じゃあ行くよ。なかなかやるね。マスター、二人を追い込めているのです。ここで一気に畳みかとても心苦しいのですが、マスターには数秒時間稼ぎしてほしいのです。その間に私がとっておきの技の準備をするのです。はい、なのです。負けちまったな。レイちゃんたちのコンビネーションすごかったね。キリト、アスナ。
ああ、息もぴったりだったぜ。俺から見ても二人の間にはパートナーとしての絆を感じたぜ。もしかして二人は。いえ、さあさあ、それから。
敵がいるわ。よし、出る。これよー、来るは。エネミーを発見した。敵がいるぞ。倒したぞ。すごいのです。終わったな。敵がいるぞ。エネミーを発見した。やっ。わーい。グレネード。わーい。手を貸してくれ。手を貸してくれ。到着っと。お疲れ様。グレネードだ、グレネードだ。回復します。あは、助かった。いいな。任せて。敵がいるぞ。到着っと。お疲れ様。
見つけた。よし、クレハ、わあ、到着っと。お疲れ様。
敵がいるわ。よし当てる。エネミーを発見した。ヘイトが集まってきた。目的地に到着しました。グレネードか、グレネードか。ヘイトが集まってきた。ファイブ。クライアグレー、こいつを使うぜ。待ってろ、今助ける。クレハ、待ってろ、今助ける。これで大丈夫。少しまずい。みんな、すまない。回復サンキューです。回復します。助かった。アワッシュ、待ってろ、今助ける。グレネードが。これで大丈夫。
敵がいるぞ。よし、到着だな。待ってきたぞ。いい感じだ。素晴らしいです。アハッス、待ってろ。今助ける。アハッス、ありがとう。ヘイトが集まってきたぞ。よし、少しまずい。よし、いいな。すぐだ。
よし、レベルアップです。褒めてください。敵がいるわ。よし、行くわよ。バイバイ。やや、ヘイトが集まってきたぞ。集まってきたぞ。決まったな。手を貸してくれ。アハッチ！待ってろ。今助ける。クレハ！待ってろ。今助ける。回復しよう。みんな、すまない。相手になら、今間違えた。ここまで。
敵がいるわ。よし。せーよし。クレハ、わーい。よっ。集まってきてくれ。よっしゃ、みんな。すまない。
敵がいるわ。使うわよ。まあ当然ね、頑張るか。行くぞ。エネミーを発見した。よし。手を貸してくれ。到着っと。お疲れ様。手を貸してくれ。手を貸してくれ。少しまずい。ありがとう。や、手を貸してくれ。えっよっ。はあ。や。頑張るわ。もっとやれますよ。ヘイトが集まってきたぞ。手を貸してくれ。